カルタナティカ、もうすぐだよ。黒い服のお兄ちゃんたち怖い。ほら、人を悪く言うもんじゃない。あとどのくらい？もうすぐよ。何よ、かわいい子見てたの？誰も見てないって。アコルド政府は儀式後に起きた大災害を水神の怒りとして伝え残したいと説明しました。ノクティス陛下がご無事だったことについてアコルド政府は大変嬉しく思っています。災害は非常に大きなものでした。町の立て直しには時間がかかるでしょう。ですが被害がこの程度で済んだのはお二人の助けがあったからだということを忘れてはなりません。カメリア市長はその他に依然として行方不明であるルナフレーナ様の捜索に全力を注いでいくと述べ。ルナフレーナ様、ダメそうだな。まだ見つからねえってな。せっかくお顔が見られたのに。してたら違うんだろうけど。食堂車に行かないか。気になる女の子見たいだけなんじゃない。違うって、お腹が空いたんだよ。カルタナティカって何かあったか。さあ、でもしばらく停車するそうだぞ。お墓があるんなら呼んないといけないけどさ。
鉱山の探検会、ここで準備してってくれ。またよろしくな。そろそろ行くのか。気を使わないでくれ。安全に中入れるかな。この辺りの野獣とは馴染みもない。もし戦うなら気をつけよう。ああ、分かった。足は悪いぞ、転ぶなよ。ああ、気をつける。きつかったら待っててもいいからね。おい、王様、後ろの速さに気を配れよ。うっせえ、分かってるよ。何か邪魔をしたか。いや、そういうんじゃなく、墓はこの下か。イグニス、足元。
ああ。血が塞がってんじゃねえか。工事の機械かな。機械ならどこかで動かせないか。これでいけそうかも。動かせるか。これだ。おい、止まってんぞ。なんで？こういう場合、予備電源起動してくださいって小屋に鍵があるらしいよ。一人で進むな。場所だね。なのんきに構えんな。走んな。
今日の写真、一応、見る？いや、そんな気分じゃない。悪い。うん、そうだよね。みんな行こう。イグニス、大丈夫？ああ、大丈夫だ。一人で進むな。役立てなかったな。無理に動かれるよりはいい。何かあった？見つけたか？これだね、鍵って。予備電源は？起動装置の近くにあるって書いてあった。じゃあ行くか。危なかった。
よブラッド。よっ。おら。ほら。はい。はい。いや。急げ。無駄に戦いたくない。分かってるよ。電源。これだ。予備。動くか。やってみて。コードは繋がってる。慎重にやれよ。いちいちうるせえな。成功か。よし、あともう一つ。さっさとあれを動かすぞ。電源が切れちゃ終わりだ。わかってるし。開いたか？そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。ほら！抱きつかえって。おい。このまま行って王の墓に入れんのか。なんだよ。顔向けができんのか、歴代の王に。いや、そもそもお前、旅を続けられんのか。やめたいとも思ってるよ。王様優先でどんどん犠牲が出るかもしんねえだろ。俺はもういい。悪いな。さすがにそいつは聞かなかったことにする。空いてるな。おお、隠してよかったね。ああ、でかい洞窟。墓所はまだ先か。待ってるか。簡単に言うんじゃねえよ。出ねえし。ここなんか匂う。イグニス、
滑んないようにね。さっさと行くぞ。なにこれ。卵か。この後ろに何かありそうだけど。何が出てきた。やべえやつ。何かあるほら
れを止めねえと。試させてくれ。聞いたか。聞いてるっぽい。あれじゃねえか。これならいけるか。素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。おお、扉だ。こんなとこに墓作んなよな。さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。待ってくれ。お、どうした？もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。あ、目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが。面倒見らんねえって話じゃねえよ。なら、決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないならその時は自分で諦める。どうなんだ王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。わかったよ。だが危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。
やっぱりテネブラへ寄ってもいいか。うん、いいんじゃない。気になんならそうしろ。さて、また列車の旅だな。次はテネブライか。